はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はパンちゃんリナ記者会見動画速報です。12月にしょうもない詐欺事件を起こしたパンちゃんリナ選手が公式謝罪会見を行いました。一言言ってしまうとどうしようもない会見でした。まず宮田プロデューサーとパンちゃんリナが出てきたのですが、ほとんど喋ってるのは宮田プロデューサーでした。まあ、12月に詐欺で捕まり、1月に YouTube 復帰し、そして今回2月に公式記者会見となりました。まず、タケル選手側、那須川天秀側に謝罪の意向を宮田プロデューサーが窓口を通して行ったところ、忙しいので断られたとのことです。で、また事件に関しては、警察側からは記者会見で一切具体的なことを言うなと口止めされたとのことです。言ってみれば事件に関しては完全に全てが終わったわけではないとのことでした。ですので正直記者会見を行う意味がありません。なぜなら事件を解決していないからです。そして事件は解決していないので詳細が話せないからです。ではなぜ記者会見をしたのでしょうか。本当にしょうもないのですが、これはノックアウトが3月5日にイベントを行うのですが、ただただこの宣伝でした。というのも驚くことに3月5日のノックアウトの一大イベントにパンちゃんリナが出場するのです。2月に詐欺事件を起こし、まだ事件が全て解決しきっていないにもかかわらず、3月にはなんと逮捕されたパンちゃんリナが試合をします。これは異例の事態ではないでしょうか。しかもパンちゃんリナはまだ怪我が治っていないらしく、キックの試合にならないとのことです。いわゆるエキシビジョンとしておそらくボクシングの試合になるのではないかと言われています。正直怪我が治っていない状態でエキシビジョンでパンちゃんリナを出さないといけない、これは何でかというとおそらく推測ですが、ただただ3月5日のチケットが売れていないからではないでしょうか。で、赤字になるので犯罪者を出せばもちろん注目されますし、集客できるので強引に出すと思います。怪我を治ってないにもかかわらずエキシビジョンで出すというのは犯罪してなくてもタブーだと思うのですが、なんと事件が解決しきっていないのにかかわらずパンちゃんリナが復帰することになってしまったのです。もうこれは反省の色などゼロと僕は思います。普通反省していれば1年でも潜伏期間を謹慎期間を持てばいいものの、それもせずに怪我もなっていないにもかかわらず出るそうです。そして5月6月には公式戦をすると明言していました。これは怪我が治ったタイミングで試合するということです。宮田代表曰くペナルティはなしとのことでした。そういったペナルティの決まりはないし、それぞれの物差しがあるので試合をさせるべきだと思ったそうです。強くなるためにはブランクがない方がいいとわけのわからないことが言っていました。まあ本音はただただイベントが儲からないから早くスター選手であるパンちゃんを復帰させたいだけでしょう。そもそも今回の事件に対しての反省やペナルティがないこと自体が異例だと思います。これはノックアウトというイベント自体ではありません。格闘技界全体の株を落とした、非常に良くないイメージを与えた事件だというのにもかかわらず、主催団体側はペナルティなしどころかイベントの宣伝で記者会見をし、3月5日に出場します。パンちゃんリナもわけのわからない、何を言われても立とうと思いましたとわけのわからないことを言っていました。正直あんまり理解はできないのですが、イベント側としては儲からないから早くパンちゃんを復帰させたい、パンちゃんリナ側ももう復帰することがメインで動いているということです。イベント側もパンちゃんリナも反省してないだけではないでしょうか。もう正直僕はもうパンちゃんリナを応援、ノックアウト応援というよりはもう完全にファンからはソースカンクイ無視されるぐらいがいいと思います。さすがにここまで地上波でも流されイメージをかなりダウンしたにもかかわらず謹慎期間なしなどはありえないと思います。というのもオリンピックのバドミントン代表の方がいわゆる闇カジノに行ってしまい、そこで一人はもう事実上引退に追い込まれました。一人は謹慎期間でよかったのですが、それぐらいまあアスリートが何か起こすと競技自体の面目もあるので重いペナルティを課せられるにもかかわらず、今回闇カジノどころか詐欺事件を起こしたにもかかわらずペナルティなしで12月逮捕、3月に試合というわけのわからないことになってしまいました。もうパンちゃんリナもそうですが、ノックアウト自体も全部ブレイキングダウンに吸収されればいいのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。